ハインリヒゲーリング・ハインリヒエルンスト・ゲーリングは、プロイセン及び、ドイツの軍人、政治家、外交官。第二次世界大戦中に、ドイツ空軍総司令官を務めたヘルマン・ゲーリング、国家元帥の父親にあたる人物、プロイセン王国ライン州に生まれる。ボン大学とハイデルベルク大学で学び、ボン大学からは、法律の博士号を受けた。プロイセン王国陸軍に入隊し、 騎兵将校となった。広潮戦争や、不仏戦争にも従軍している。ドイツ帝国最小ーフォンビスマルクの個人的な友人となり、1885年から1890年まで、ドイツ領南西アフリカの帝国弁務官を任せられた。ゲーリングは、 ヘレロス族やホッテントッド族など、ドイツ帝国の植民地支配に反発した部族をなだめ、南西アフリカ統治を成功させた。ナミビアの首都ウィントフックの通りには、一時期彼の名が付けられていたことがある。この後、1890年から1896年にかけては、ハイチュの総領事を務めた。しかしゲーリングは、ドイツ帝国交換にしては珍しく比較的、 自由主義的な人物であり、植民地現地民の有色人種たちを人間扱いするかのような発言を繰り返していたため、帝国内での立場を弱め、帰国後には社会主義者のレッテルを貼られるようになり、配置総領事を務めた後、早めの退官を余儀なくされた。その後、退官の失望でアルコールに溺れるようになった。ゲーリングは5人の子を儲けた妻カロリーネドネレに、 先立たれ、南西アフリカ派遣を前にした1885年春には、植民地統治を学ぶために派遣されていたロンドンで、チロル出身のフランツィスカ・ティー・フェンブルーンと再婚している。フランツィスカとの間にも5人の子が生まれており、その中の第4子である次男が、1893年1月12日に生まれたヘルマンゲーリングであった。ハイチから帰国した後、 ゲーリング一家はしばらくベルリンのフリーデナウで暮らしていたが1900年から南西アフリカ時代に知り合った友人で妻フランツィスカと愛人関係にあったヘルマンフォン・エーペンシュタインのザルツブルク郊外のマウテルンドルフ城を、ついでニュールンベルク北方のノイハウスアンデア・ペグニッツにあるフェルデンシュタイン城で暮らすようになった。エーペンシュタインとフランスカの関係を はじめは黙認していたハインリヒゲーリングだったが、内心では不満を持っていたとみられ、1913年にエーペンシュタインに新しく、リリーという若い恋人ができてフランツィスカがないがしろにされるようになると、とうとう我慢しきれなくなり、エーペンシュタインと激しい喧嘩をした。その後、エーペンシュタインと結婚したリリーもゲーリング一家を追い出したがり、結局、 1913年春に、ゲーリング一家は、フェルテンシュタイン城を退去することになった。その後のゲーリングは、ミュンヘンで暮らしたが、寝たきりになり、同年12月に死去した。息子ヘルマンは、この頃、バーデン陸軍の不評連隊、プリンツビルヘルムの将位になっていたが、休暇をもらって、ミュンヘンの墓地での父の葬儀に参加している。ヘルマンは、子供の頃、 父であるハインリヒゲーリングについては体感後のアルコールに溺れる姿しか見ていなかったため、父を軽蔑しており、大父であるエーペンシュタインの方を尊敬していた。しかし成長とともに初めて父の外交官としての偉大さを知り、父と親密な関係を一度も持とうとしなかった自分を後悔して葬儀で涙を流した。ありがとうございます。